죽게 나다. 結構3ウェーブ目厳しかった。チャージャーはやめて。あ、逆に考えるんだ。苦手なチャージャーが楽な位置。すごい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 。すごい満ちてる潮が。大物鮭どこ？あ、近い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 。助けて助けて。ちょちょちょ。仲間は？仲間足りなくね？あれ金色3個あるよね。びっくりした。海の近くで倒すとハマっちゃって解消できないとかそういうのあるのかな。近い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 。敵の位置近い。おお、うまいね。これ以外全員持ってる。おお、食べられたー。ヘルプヘルプ。あれ、あの状態になっても金の鮭取れるんだよ。てかあまりにもさ範囲が狭すぎないか今回。おっと、これを、あいって、グリア。あ、登らず帰っていった。ちょっと狭すぎる感。若葉の方がいい。確かに俺はコンテナをセットしておいたよ。あ、引いた引いた引いた。大物鮭が現れたようじゃ。大物鮭いないけどね。どこだ。いた、お前か。あぶね。なるほどな。そこ気をつけないとダメなんだな。ヘルプヘルプ。ヘルプヘルプ。ありがとう。爆弾を置きに行ったんだけど、そしたらさ、あの自分の足場が全部塗られててさ、何にもできなかった。みんな序盤だから安全にプレイしてるのかい。俺はいろいろ試してやるぜ。すごいの来てる。これと上の爆弾か。来いよ。出て出て。カモンカモン。よしよし、とりあえずクリアは。撃たれてる撃たれてるってことは来てるのか。お申し訳。どこだ。いた。傘のやつだね。いてててててて。いてててててて。おい！はまった。怖っ怖っ怖っ。おっと、ハイプレッシャーも来てる。よし。ちょっとちょっとちょっと。回収したい回収したい。いてて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 。いじめないで。いじめないで。クリアしたけど6ギリギリ8か。ラス武器よし。ローラーだ。さあ結構ウェーブきついね。大物鮭どこだ。いた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 。どうせこれ返すんだから使わなきゃ損なんだよ。これでとりあえず6個は急げ急げ。とっとと6個やって回収させるよ。
もう一匹は大物鮭倒さないとダメだから、ね、ローラーはで引くだけでいいから楽っつったら楽なんだよね。なんか来てる、超楽。雑魚戦はローラーに任せとけって。よし、とりあえずクリア OK。 あとは死なないように。ほんと雑魚倒すのはね、もうローラーに任せとけだよね。超便利。あっと、モグラ来てる。モグラ後ろだ、後ろ。倒せ倒せ。あと10秒。あれもう終わった。14、1個。おお、危ない危ない危ない。最終ウェーブの方が簡単だったな。イエーイ。あ、そう、やっぱ無駄に使いたくなるよね。わかるわ。いや、今回いいんじゃない。34個上出来だ。いや、本当に素晴らしい仕事ぶりだよ。駆け出しバイトも46。とりあえず100までは行こう。これはレア報酬まで行こうと思うと結構きついね。一回30から40、まあ40ぐらいだとすると15回、成功を15回、なかなか厳しい。人来ない。さあ、とりあえずね、無事成功させていきたいところ。マニューバーなら大丈夫。意味もないね。かっこつい。はっはっ。いや、楽しい。楽しそう、楽しそう。さあ、始まった。どこから来る。ドンドンドンドドンドドンドン。音楽聴いてるとさ、ビシバシジャンプを思い出す。うまいね。から来ないんだよな。次の大物は来ないよな。大物来ないと。こいつらは来れない。来てる？来てる来てる来てる。大物いいじゃん。お前だお前。近い近い近い。最高の近さ。もう1匹ぐらい来そうだな。ここは いる。後ろがガラ空きですよ。ウェーブは終わり。あー、いる。取られるとダメだ。そこそこ。無理だな。まあノーマルなイクラだけで諦めよう。この近い距離のスーパージャンプ。ローラーでーす。おっと、潮が満ちてきた。
大物鮭どこだ、傘だ傘。こいつもろいんだよね、ただ撃たれてるからね。早め早めに塗り直しておこう。引け引け。いやー、やっぱローラーは雑魚戦じゃねえですかね。そんな感じだわ。そろそろ次の大物鮭が来るタイミングじゃないか。またお前か。しずぐ。とりあえずこれでノルマは突破だね。あぶね、ナイスナイス。このね、網の上でね、つい押しちゃいそうになるのがほんと怖い。あれ、他に大物出てた？一匹気づいてないけど俺。あっ！助けてー。まずまずまず食らえ。みんな頑張った。今のとこね、無茶なことばっかりして、ノーミスなしという俺のひどいプレイ。ラストウェイ、使えないの来たー。でもね、ある意味これが一番無茶なプレイしないから実際は楽だったよ。大物大物、これは俺が裏から狙うべき、狙うべき、狙えるとは言ってない。そこだ、よし、お活躍。こういう時遠距離の良さ、よろしくよろしく。ほらほらほら、せっかく与えられたスペシャル使わんと損だぜ。いい、これは回収に行きたい。もう一匹は倒さないとダメだな。いてててて、早く倒せ。よしよし、組みさせ組みさせ。うう、何の重さか分かんなかったけど倒してる。いつの間にか、なんかすっぽんすっぽんって吸盤がついたかのような音がしてる。いる、そこだ。あ、ダメだ、失敗した。逃げろ、引け引け引け。そこはめてるタイミングが、お、こんな感じ。うぅ、ドゥンドゥドゥーン、ダー、ジジイジジイジジイ、みんなありがとう。32個上出来だよ。本当に素晴らしいね、君たち。はあ、やったぜ。半人前バイト棒、評価レートが 125% まで上がり、そして初めて100を超えたことで報酬がもらえるのか。一旦やめてみよう。もうもらえてるのか、もらえてんのかな。報酬メーター、一応ゲージは溜まってるよね。バイトマニュアル、鮭図鑑、増えるのかと思ったけどどうやらね。鮭、小鮭、ドスコイ、でかいのドスコイっつうんだ。で、爆弾、ヘビ、鉄板、うん、そしてで、干潮、満潮、ラッシュ、これね、
グリルまだ会ったことないね。霧は来てほしくて、ドスコイ大量発生、金鮭探し、運び屋襲来、結構いろんなパターンあるみたいだね。ただこれはあの時間によって変わるのか、行ってても出会えるのかがまだちょっとわからない状況だな。いやーまあ、うん、小さい小邪気は打たれ弱いが動きが素早い、足元から標的に奇襲する、打たれ強く正面突破で強力な攻撃、うん、放っておくと知らない人に囲まれるぜ。付箋張ってる、付箋張ってる。玉拾い回収されちゃう。新米の鮭はまず玉拾いと、戦場に投入されて経験を生むと。金鮭、金いくらで回収で十分な働く店で初めて武器を持つことが許されるのである。爆弾、ボムのエネルギーを貯めている間に、爆破させるね。割とね投げるんだよ、体長角の鮭だって。でヘビは尻尾を狙え。で鉄板は、正面から。これあれだよね、別に正面でくじけさせなくても仲間がおびき寄せててくれたら後ろからいけるのかな。でタワー、インクショットで、ナビを一つずつ吹き飛ばすのだ。あれね、鍋がなくなると本体が炙られて死ぬって書いてるんだけど、えぐいな。モグラ、インクショットでダメージ一応与えられるんだ。常に捕食している。コウモリ、うまく打ち返して本体に当てると一撃で倒せるのだよっていうね。弾の打ち返しうまくできたことないな。そして肩パッド結構きついんだよなこいつ。しかもあの一発じゃ倒せないから2個入れなきゃダメだからね。あー弾4発だって。鮭世界、屈指の技術者が設計した新型兵器である。左右一つずつある姿勢制御装置により安定したホバリングを実現しているのである。で艦長満長、これはあったね。艦長の時は干上がった方角に全員で向かうことが重要である。満長の時は、生き残ることを優先しろ。急激すぎないラッシュ楽しそう。凶暴化した鮭が大量発生、猛スピードで。金いくらの取得、紛れてやってくるノーマル金鮭がいるのか。この時はもうひたすら雑魚を倒せと。で霧、まだ霧は出会ったことないね。霧の発生地は非常に珍しい金鮭が現れるんだって。1万匹に1匹の割合で金鮭が現れるのだ。知恵に秀でている。そしてグリル、標的を一人にさせ、水まで追いかけます装甲戦車グリルが次々と現れる。恐ろしい。グリルの背中にある弱点を攻撃すればひるませることができるのだぞ。金いくらゲットだぜ。標的に選ばれたら逃げろってね。鮭100体分のコストが必要とされている。ドスコイ大量発生、ドスコイがね大量に押し寄せてくるぜ。あ、砲台が使えるようになるのか。鮭の住処にはドスコイがたくさん集まり稽古をつける部屋があるし、ドスコイ部屋。金鮭探し、多数の完結戦がステージに現れると、どれか一つに金鮭が隠れているんだよ、見つけろってことだね。タコとの攻撃により持たされたものである。金鮭の攻撃がされればされるほど鱗が剥がれ移動が素早くなるのだ。そして運び屋襲来、運び屋を母艦とした部隊が上空から攻めてくる。運び屋から多数の鮭コプターが排出され、雑魚鮭の入った箱を運んでくるのだ。運び屋はイクラのコンテナから金イクラを奪おうとするだと。やりすぎじゃない。鮭コプターを撃退すべき。運び屋、鮭の世界の流通を担う重要な輸送船である。運び屋の投入は鮭軍の最終手段であると。鮭の兵士が総出で見送りの儀式を行うのである。前戻るってあったね、毎回戻らなくてよかった。で一応今報酬はもらえたんだよね。もらえた感すげえなかったけど、あれかフードチケットだから、あ、何なんだろうな、黄色のピンになってるけど、あ、ガチャかける位置になってるね、右のところ。さあ戻ってみよう。
で、これを持って、ここに行けばいいのかな。そうすると、報酬を受け取れる。あ、ここでもらうんだね。報酬を確認。おお、16000？あ、金16000か。そういうことね。うん、お金貯めるんならね、たった3回で16000もらえたんだから、すごい美味しいで。なるほどね。ただこうレアなイベントが起きるかどうかわからないからね。これずっとするもんではないな。あのレア報酬終わったらもう今月はいいかなって、そんな感じになりそうな気もするね。まあまあまあ、とりあえずね、レアまでは頑張ってみようと思うけど、うん、取るかどうかはわからないというところでね、サーモンランこんな感じでした。みんなも報酬目指して頑張りましょう。